はい、ドントテルミアルイです。今日はぶっこみのタック第3巻レビュー行ってみたいと思います。てな感じでね、始まったんですけども、ぶっこみのタック第3巻やっぱりね、なかなか面白いですよ。若い時に戻った気持ちでワクワクしますね。というのが、私は別に暴走族やってたわけではないんですけども、こういうの読んでたな、こういうのになんか憧れてたなみたいなね、そんな青春の淡い思い出でございます。さあ、3巻までのぶっこみのタックの概要は、暴走族の団体がいくつか出てきました。それが確定しましたね。まずはですね、幼なじみの風神雷神ひろしくんが所属している バクラ店というところですね。バクラ店というところ、それからヒデトくんがいる横浜下道、こういった2つの暴走族グループがあります。そしてですね、竹丸っていうね、特徴的なヘアスタイルをしている暴走族グループ、毛量ですね。それからよくわかんないんですけども、ロードスペクターっていうのもあるそうです。で、主人公の浅川拓くんが所属していると思われる麻婆くんを筆頭とする爆音小僧ってとこですね。ここはシンナーとか NG ということで、そういうエピソードも書かれているのが一つと、もう一つ特徴的なのは女の子のファンが多いんですよね。で、女の子のファンが多くって、爆音小僧に入りたいわって言ってるんだけども、このリーダーのね、麻婆くんは女の子はダメだよって、危険だからねってことで止めているということでございます。あとね、交通機動隊後期ってのも出てくるんですよ。要するに警察ですね。暴走族を取り締まる警察に、ニュー Z のパーカーが出てきているっていうところで、これね、サンニー Z のことなんですよ。あ、フェアレディ Z ですね。日産のフェアレディ Z がパトカー仕様となって出てきているところが出てきて、この漫画に書かれてますね。ということで、時代背景を伺わせますよね。あのサンニー Z が新車で出ているってことなんで、まあそういう時代なんだなってことですかね。まあなんかね、この夜の世界といいますかね、10代の少年が憧れる暴走族の世界、まあ旗目にはね、すごく迷惑なんですけども、こうやって漫画で見るとやっぱり迷惑だったんだなと思うばかりでございます。まあだからといってね、あの時は良かったってことはないんですよ。やっぱり暴走族みたいなところはない方がいいと思いますけども、なんだかね、一抹の寂しさがあるのも事実なんですよ。不思議な感覚ですよね。はい、それでね、確かキライトっていう暴走族グループもあって、そこが、まあ、竹丸くんのいる、あれですね、毛量と一緒に走りたいっていう風な相談をしたら、なんか知らないけど怒られたみたいなね。俺らの集会は喧嘩じゃーみたいなね、危なっかしいやつがいっぱいいますね。あ、ちなみに私広島に住んでるんですけども、この漫画が出ている頃っていうのは、確かね、広島の恵比寿港っていうところで暴走族が集まって、なんかね、年に1回の決起集会みたいなのをやるんですよね。で、そこにおヤクザさんがスカウトに来るみたいな、そんな流れがあったみたいですけども、すっかりね、2005年前後だったんですかね、取り締まりが厳しくなって、暴走族っていうのは今広島の街中にもほとんど見なくなりました。本通りっていうところがあるんですけども、本通りってメインストリートには、特攻服を着た人はね、店を使わせないっていう、そんな条例まで、条例っていうか決まりまでできたんですよね。それがね、テレビでも報じられていて、本当に張り紙とかあるんですよ。特攻服を着てる方は入店を断りしますみたいな、本通りの店にずらーっとね、貼ってあったのを思い出します。この頃の漫画っていうのは、普通にね、喫茶店でなんか喧嘩したりね、特攻服着たりとかね、乱闘したりとか、いろいろあったんですけども、まあ怖くてそんな店使いませんよね。店をやってる人も迷惑ですよね。で、昔々金八先生っていう、まあドラマがあったんですけど、その中では暴走族の卒業生がやっている店っていうのがあって、もうなんかね、まんま暴走族しか来ないだろうみたいな店なんですよ。なんか経営は成り立たないような気がしますよね、あんな暴走族だけ相手してたら。まあ、もちろん暴走族の皆さんが金持ちでガンガンお金を使うっていうのは別ですけどね。まあでも、いろいろと、いろんな景色があったなと思って、懐かしいばかりでございます。で、物語の終盤になってくると、この3巻の終盤になってくるとね、もういろんな暴走族が勝ち合って喧嘩してるんで、もう誰が誰だか分かんないんですよね。その中で分かったことが少しあるんですけども、この風神雷神ね、ひろしくんのいる風神雷神っていうところ、これバクラ店っていうんですけども、この2人バクラ店をなんかクビになったみたいですね。波紋になったみたいっていうことが分かってくるのと、あとロードスペクターっていうのはリーダーが竜也っていうやつで、ここに大きな傷があるんですよね。それによって見分けることしかないかなと思います。ということでね、もう3巻まででいろんなグループが出てきて、いろんな登場人物がもうすでにワンサーズ出てきて、まあ伏線を張りまくってるんですけども、すでにもうこんがらがっちゃって、何が何だか分かんないんですよ。で、この3巻のラストシーンでは、その主人公の浅川拓ね、これ拓ちゃんと誰かがなんかそのバイクのレースをしてね、で、拓ちゃんが勝つんだけども、そのままレースのまま海に
こう飛び込んじゃうみたいなね、そんなところでタクちゃん大丈夫かみたいな感じで三巻のラストが終わってるという、なんともねまとめにくいめちゃくちゃな内容になってまいりました。わかりにくかったでしょ、漫画を読むともっとわかりにくいです。なんか知んないけどオラーとか言って1ページごとに誰かと誰かが睨み合って喧嘩してるんで、もうね、しかもねこの顔がみんな同じなんですよ、なんかねこんなん当時楽しんでたんだなと思ったらちょっと微笑ましくほろ苦くなりました。ということで3巻のレビューは以上でございます。ほとんどレビューになってませんけどね、まあ読むことはないでしょこれ、私のレビュー見てもね、なんか懐かしいなと思ってます。4巻を次回はレビューします。ありがとうございました。